エボンの賜物、エボンの教えに従う人なら、こんな言い方をしたんだろうな。みんな一緒だし、無事だった。先のことを考えると、頭痛かったけどさ。さて、どうしたものかな。あんたってさ、とりあえずやってから考えるって感じだよな。いい歳なんだし、みんな頼りにしてるんだしさ。説教か。そういうわけじゃないっす。感想っす。他人に頼るなとまでは言わんが、頼って当然、守られて当然とは思うが、そんな人間にはなるだよ。説教っすか。助言だ。召喚師が若いと何かと面倒が多いな。祈りの歌か。ここ湖の氷の下よね。ほらあれ、マカラーニャ寺院の底よ。ずいぶん落ちたわね。老子を殺めた反逆者か。老子を殺めた。そんなに落ち込むなよ。悪いのはシーモアだろ。どっちが悪いかなんて関係ねえんだよ。俺はずっとエボンの教えを守って暮らしてきた。それなのに今じゃ反逆者だぞ。どうしてこんなことになっちまったんだ。くそ。リュックは関係ないぞ。俺の気持ちなんかわかんねえよ。おおらかな連中、元気でやってっかな。ユーナは大丈夫だよ。ちゃんと息してるしね。ルルーとワッカは？ワッカは見た通りきつそうだな。ルルーはいつもと変わらない。なんかかっこいいよね、大人って感じだし。まあ私もあと 5,6 年ってとこかな。なあキマリ、どうやってここから出ようか。話そらすな。よじ登るしかない。キマリもなりたいものになれるのはなろうとしたものだけだ。ルルーみたいになりたかったら努力せいってことだろ。お、頑張るよ。リュックはリュックのままでいい。あ、無駄な努力するなってこと。決まり。お前らよく笑ってられんな。シーモア老師にジスカル様のことを聞こうと思ったの。そしてきちんと寺院の裁きを受けてもらいたかった。結婚はその引き換え、必要ならそうしようと思った。でシーモアは何て言ってたんだ。何も答えてもらえなかった。結局私のやったことって何だったんだろうな。もし最初からみんなに相談していたら。もういい。しなかったことの話など時間の無駄だ。そんな言い方しなくてもいいのに。ユーナの後悔を聞けば満足するのか。そんな言い方しなくてもいいのに。決めねばならんのは今後の身の振り方だ。旅は続けるんだ。はい。でも寺院の許可が得られるでしょうか。
召喚士を育てるのは祈り事の接触だ。寺院の許可や教えではない。お前に覚悟があるなら俺は寺院に敵対しても構わんぞ。うわっ、すっごいこと言うな、アーロンさん。俺は反対だ。俺たちは犯した罪を償わなくちゃならねえ。確かにシーマー老師のことはあまり好きじゃなかった。なあ、未編セッションの時から気に入らねえと思ってたよ。ジスカル様を殺したのはもちろん許せねえし、それからあれだ、俺たちを殺そうともしたけどな。それでもやはり罪は罪、裁きを受けるべきです。ベベルへ行こう。聖ベベル宮のマイカ老師に事情を説明しよう。それしかないと思う。そのつもりだ、うん、アーロンさん。話はついたようだな。一緒に来てくれますか。ことを荒立てたのは俺だからな。そうそう、大抵アーロンが話をややこしくするんだよな。だよね。決まりがガーって吠えておっちゃんが突っ走ってさ。ついてこいと言った覚えはない。仲間が言ったらほっとけるかっつーの。なあ。うん、ありがとう。は？仲間か。ったくこの非常時にのんきだな。おい、単純っちゅうかずぶといっちゅうか。あんたはカリカリしすぎ。歌でも聴いて気を沈めたら。寺院から聞こえるのか。心沈めるエボンの賜物。なんかよ、少し前からざわざわっちゅうかゾクゾクっちゅうか、そんな気しないか。やっぱするよな。落ち着かねえな。これ誰が歌ってるんだ。祈り子様よ。え、祈り子って歌ったりするもんなのか。それ以外に説明がつかないでしょ。ねえ、地面揺れてない。なんかアルベド族以外に言われたの初めてだよ。ちゃんと話せばマイカ老師も分かってくれると思うんだ。ちゃんと話せば。この辺りの匂いが変わった。良いことか悪いことか決まりには分からない。この歌ジェクトも歌っていたな。ああ、こればっかりな。へったくそでさ。下手なのはお前も同じだ。聞いてたのかよ。ふん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 。油断も隙もないな。お前の歌を聴くたびにスピラのことを思い出した。そっか、あんたスピラからザナルカンドに渡ったんだよな。やっぱり心細かったのか。そうな。なあ、どうやってザナルカンドへ行ったんだ。シン、やっぱそうだよな。決定的だった。ザナルカンドとスピラをつないでいるのはシンだから。シンを倒したらザナルカンドへは帰れない。
いつまでも休んではいられんな。あれ？歌が終わったみたいね。なんかいるんじゃねえか？この時だった。シンは親父なんだってこと初めて素直に受け入れることができたんだ。歌聞いてたんだろう。今度はなんだよ。ザナルカンド。ああ、あんたが思い出してんのか。もう無理だって。あんた死んなんだろ。もっと大きくなったって分かったよ。終わらせたいんだよな。俺が何とかしてやるからな。Ugh!